はい、皆さんこんにちは、マサコーチのオールナイト一本。今日は第1回マサコーチ質問コーナー、イエイ、質問コーナーということで、マサコーチ、いろいろ動画出しておりますが、いろんな質問疑問あると思うので、この動画のコメント欄に質問いただければと思います。ガンガンしちゃって、ガンガンで、あの何日かしてね、質問が来ましたら、その質問返し、質問答える動画をさらにまたそこでアップいたしますので、ここでね、どしどし質問をください。皆様からの質問をお待ちしております。例えばあのマサコーチのこととか、このマサコーチチャンネルの動画のこととか、プライベート卓球、趣味卓球、卓球、質問バンバンしていく、質問だらけ。あとは卓球のこととか、まあ何でもいいです、何でもいいよ、たくさんコメントして。で、一応先日ね、あの動画の方にあのコメントをいただきました。あ、質問、これね、一応例題として先日、動画の方にね、まさこちゃん何人兄弟なんですかっていう質問をいただきました。4人兄弟です。僕が一番下です。一番上がお姉ちゃんね、旦那さんが元卓球のオリンピック選手ですね。大阪にいて、自身の持つクラブチームは日本一になっております。一番目の姉ちゃんの次ですね、2番目、まあ皆さん卓球やってる方はご存知だと思いますが、卓上で、まあ卓上はまあ説明不要かな、一応選手としてもやってて、で途中から指導者に入って、でその後こうパフォーマーをやりながら、今もなお指導者を指導活動しつつ卓球界を盛り上げてる。で3番目がまた姉ちゃんですね。この姉ちゃんはね、一応まあずっと卓球の選手やってて、で、中学の時には中国の方に留学して、あの北京チームの方でですね、留学して卓球やってました。で、まあ、こっち帰ってきて、あの福原愛ちゃんのこう世話係というか、福原愛ちゃんのなんかちょっとしたトレーナーみたいなのもやってる時期があったり、インターハイはベスト8まで行ったのかな。あとはこうコーチ業やったり、まあ、この動画にも出てますけども、多分天才卓球少年日向のお母さんですね。そして最後4番目が僕マサコーチ、ということでね、4人兄弟全員卓球やってる、まあ、こんな感じでね、皆様の質問に対して答えていきたいと思います。マサコーチのことだけじゃなくて、この動画に出てる人たちみんなの質問にも全然僕答えるから。翼はどれぐらい卓球やってたんですかとか、エビちゃんはとか、まあ、でもいいし、この技術はこうなんですかとか、もっとプライベートの話でもいいし、プライベート卓球、趣味卓球、卓球、この動画のコメント欄に質問のコメントしてください。大体あの質問返しは、まあ、1週間後ぐらいに出しますので、よろしくお願いします。ということでマサコーチでした。バイバイ。